キャノンの準備をしているんだ。少し手伝ってくれるかい？ありがとう。これを使ってキャノンをルクスのエネルギーに適応させるんだ。最近全然眠れないんだ。こうしておくことでキャノンを使う時が来たとしても君の苦痛が少しは和らぐだろう。まあこれを使わなければいけない状況になったらの話だけどね。これを使わずに済めば。私は寝てしまったのか。仕事に戻らなければ。私は大丈夫だ。ただ最近よく眠れなかったんだ。眠ると必ず夢で兄さんが出てくる。その度に兄さんが死ぬ前に言ってしまったあの言葉を思い出して辛いんだ。やはりあの蝶は兄さんなのか。一体何のために。もしかしたらだが私を次に会った時どうしたらいいのかわからない。私がしたことに対してとても怒るかもしれない。もし兄さんに許してもらえなかったらどうしよう。簡単に言うんだね。私はまだ兄さんが死んだ日のことを覚えている。私たちはストーンを修復するため誰かが生贄になる必要があった。デリアの恋人であるジェイス、彼が生贄になることを自ら願い出た。そしてジェイスはストーンの力によって粉々になり大きな爆発を引き起こした。何が起こったのかわからないうちに兄さんは私に走り寄ってきて、私があんなことを言ったにもかかわらず兄さんは私のことをかばって、私も兄さんのことを愛していたことを兄さんは知っているだろうか。あなたが私の兄でなければよかったのに。これが兄さんに言った最後の言葉だった。あの日の前日に前もって祝杯をあげようと酒を浴びるように飲んでいた兄さんに私は腹が立ってしまって、そんなことを言ってはいけなかったのに。そうだといいな。兄さんと話をしに行くときに私と一緒に行ってくれるかい？ありがとう。おそらくあの蝶は兄さんと何か関連があると思うんだ。時間があるときに
また来てくれればいい。私は心の準備をしておくとしよう。